中村愛チャンネル。中村愛です。プシュー。なんか付け方わかんなくて、なんかすごいビヨヨンってなっちゃってる。間違えてます。はい。ということで今回はこんな格好でこちらいただきたいと思います。じゃじゃーん。つけて味噌かけて味噌の焼きそば。そもそも。つけて味噌かけて味噌知ってる人、はい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 、はい、名古屋の名物つけて味噌かけて味噌こんな感じなんですけれども、いろんなお豆腐だったりね、私だったらパスタにもかけるんですけど、かけることによってこの甘い味噌、辛い味噌が混ざってとっても美味しい、そんな仕上がりになっております。ちょっと説明下手なんですけれども、それの焼きそばバージョンが出たということで、明星さんさすがでございます。いただきました。焼きそばでさ、味噌ってさ、果たして美味しいのかっていう話なんですよ。お湯入れたいと思います。その前に中身はこんな感じです。じゃーん、液体ソース、匂いはどうでしょう。トゥク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 、お湯がうまく捨てられないのがね、難点だよね。カップラー焼きそば大好きなんだよね。うわ、ごめんなさい、見えますか。すっごい、今ソース入れたんですけど、ソースが味噌っぽいの。おいにもすごいの。本当にソースじゃなくて味噌を入れてる感じでした。ふう、怖い味が。いきたいと思います。でもさ、パスタに入れてるぐらいだからさ、絶対さ美味しいよね。そんな気がします。もうちょっと下にしよう。混ぜます。あの田楽、味噌田楽の匂いが麺からするから変な感じ。すごい変な顔しちゃってごめんなさい。こういうところ行こう。いただきます。行くよ。甘い。つけて味噌はかけて味噌の懐かしの味。これ嫌いな人嫌いかもしれない。マックグリドル、あのパンの生地が甘いけどハンバーグ入れてるみたいなのが嫌いな人は難しいかもしれない。あ、でも私嫌いだけどこれいけるんだよな。私は好き。お値段ね、200円ぐらいなんですけど、なんだろう、和と何かが混ざってる。洋でもないし、あと焼きそばが混ざる。いやー、いいね、めちゃくちゃいいけど、もうちょっとなんか肉とかが欲しくなっちゃいます。ということで今回はこちら食べました。愛知県の名物です。つけてみそかけてみそのインスタント焼きそば、レプロンで食べてみた。以上、中村愛でした。エビバディークリック、チャンネルクリック。こんな感じだったよね。チャンネル登録お願いします。いいねボタン押してね。